それではお待たせをいたしました、東町町合楽団の皆さんです。強がり吐いた後味が気持ち悪くて、気づいたらまだこんなとこにいる。幼い頃の妄想を今の自分は超えてない。それが歯がゆいの。誰かに夢を語る時、声は大きいけど、君が言うほど強くない。膝が笑ってる。出したくてもがいてた。こんな世界を君となら、そう本気でいた。力をくれる裏腹に胸に育った。ここじゃない、それが見えないの。誰かの分の約束は背負い足まといになるのなら、首は置いてゆこう。ナビトゥリアウサイサーユーならば、そこまでのこの指が忘れてやがい。どこにも通りゆっと握りしめた。Thank you.
めまして、こんにちは、東町町医学団です。よろしくお願いします。いやいや、今年もおかげさまで蓮の池に帰ってこれました。このステージに立ってまた皆さんとお会いすることができました。本当にありがとうございます。いやいや、先ほどもご紹介いただきました通りね、東町町医学団、神戸を拠点に活動しておりますけれども、こちらの蓮の池コンサート、創業当初からですね、一丁かみさせていただいてまして、もう第1回、幻の第1回、第1回の名前はね、蓮の池コンサートっていう、もう名前ですらなかったかもわかんない時の、その時から、僕、その時はまだソロやったんですけどね、出させていただいて、今年で第6回の蓮の池コンサートですが、おかげさんで5回出させていただいています。本当にありがとうございます。いやでも先ほどのね、ソエンジさんね、素晴らしい歌声でございました。はい、すごく懐かしいおなじみの歌、私も口ずさんでしまいましたが、もうね、何しろソエンジさん MC が落語家のように上手いんで、MC こうね、喋ってるね、こう皆さんとおしゃべりしてるね、その声がもうすでにええ声なんですよ、ソエンジさんで、ね、僕もこれ普通に喋っとるだけですけどね、勉強なるな思いながら聞いてました。ここらでちょっとメンバー紹介させていただきたいと思います。それでは、こちらからいきます。オンベースでベース担当、清水康博です。どうも皆さん、いただいてありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いやいつもね、清水康弘はね、土曜日はね、仕事の日なんですよ。だいたい。今日はお仕事。仕事の日なんですよ。だいたいね、はい、なんでね、でも東町町屋医学団土日のライブが多いし、こと蓮の池コンサートは毎年土曜日にね行われますんでね。なので、神戸のね、卵屋さんでね、お仕事を厚焼き屋さんでね、働いてね、一汗かいてからここに長谷さんじて、だいたいギリギリなのが毎年のパターンという、清水康弘、息もキレキレでやってまいりましたが、いかがな感じですか？いかがな感じ、いい感じ。ちょっと先ほどちょっと若干爆弾も落ちてたけど、返しが、ちょっと言い訳させて、そうそう、リハーサルしてないもんでね、やっぱりね、はい、ちょっとこう来てぶっちゃけでやって、ぶっつけでやってますんでね、やっぱなかなか辛いところが毎年あるんですけど、それでも頑張っております。ベース清水康弘でした。ありがとうございます。そしてこちらにおらせまするは、ギター担当、ヒロベイです。ヒロベイでございます。ローマ字でヒロベイと、ヒロビーと書いてヒロベイと読むヒロベイさんですが、はい、日本史ですか。ですかね、堺在住で、毎年神戸出てくるだけでも結構あれなんですけども、まあそこからもう一つまたいで高砂までね、出てきてもらってますけれども、ヒロさん顔真っ赤っかですやん。夕焼けにする。違う、これもう沈んだ。今飲んどかんとね、もう帰り車やから。いいのか、ほんまに精一杯頑張って早飲んだつもりやけど。あ、そうですか。十分に抜け切ってから、じゃあお帰りいただくと。ちょっと堺でみんな知ってます？だいたいね、堺って言うとね、和歌山の隣ぐらいのことあると思うんですね。和歌山の隣行っちゃいますね。全然ちゃうよ、倍ぐらいある和歌山。あ、そうですか。僕でも姫路とか言ったら神戸の隣は思ってたけど、僕姫路2年間単身赴任してましたから、姫路の血流れてますから、ね、もう言うてることが酔っ払いになってますね。どうぞ。はい、どうぞ。聞きました。そうです、堺出身のギタリストのヒロベイでした。ありがとうございます。そして一番端っこをピアノ担当、ヤッコです。こう一点ヤッコでございます。去年もちょっと浴衣着たりなんかしてますけど、今年もなんかえらいおすましさんよね。しゃべれ。去年もなんかあんましゃべりませんでしたけど、普段、あんまり日本語覚えてない。普段
4人の中でいっちゃんこっちゃべってるんですけど、ステージ立つと一番お口になるんですね。あの今日のイベント終わるまでにはちょっと生の声もちょっとほじくり出そうと思いますが、なかなか口があの蓋が固いので、皆さんと一緒にこじ開けていこうと思います。というわけでピアノ担当はいいやっこでした。ありがとうございます。夏ですね。いや先ほど綺麗な夕日がちょっと山裾に沈んでいきましたけれども、まあ僕らは今年あの毎年夏になるとちょっとこちらにコント、夏が来たっけはせんわけですけども、まあなんとのねお天気で涼しゅうていい感じでございました。はい、まあ、皆さんと一緒にねこの夏の夜気持ちよく過ごせていけたらなと思います。次の歌も夏の歌で、とにかくもうここから見る景色全部綺麗なわけですが、この歌もやっぱりね、綺麗なもののこと、忘れられんような綺麗なもののことを歌った歌です。聴いてください。花火言葉、今度また来よう。
ないのに大気を震わせ咲いて散る花よ焦げ臭い夜よもう少しだけ終わらないでよねまた一つ光の筋が昇る君は耳を塞いでいる何にも残らないものは綺麗だな叶うならばこの夜がこの先あとどのくらい花火をお送りいたしました。